はい、こんばんは、アマゴです。久しぶりに鶏の唐揚げをします。味が染み込みやすいように包丁で穴を開けます。皮も美味しいですから入れておきましょう。各調味料の量は目分量です。生姜をすりますね。生姜汁を使います。揚がり具合がベチャッとなるので余分な汁を取り除きます。端から泡が出たらほぼ適温なのでぼちぼち鶏を入れます。
油から鶏を持ち上げて二度揚げ状態にします。空気に触れることによって二度揚げたようになります。はい、いい色ですね。ああ、ちょうどいい感じです。